子供にコロナワクチンは必要ですか？不要です。無症状者から感染するという根拠はあるんですか？ありません。がんで死んでもコロナ死にされていることを知っていますか？知ってます。ワクチンパスポートは人権侵害ではないですか？人権侵害です。マスクは苦しくないですか？苦しいです。感染症対策が過剰だと思いませんか？思います。